こんにちは。シンガポールからイチです。今回なんと YouTube チャンネルを始めちゃいました。前々からやりたいと思ってたんですけど、今回本当いいご縁があって YouTube チャンネルをやることになりました。まずお名前お願いします。名前は市川祐希です。続いて出身地はどこになりますか？出身地は新潟県の上越市というところです。新潟おすすめとかあります？新潟といえば山あり海ありお酒あり、お酒はやっぱり有名どころは久保田八海山ですかね。あ、自分はシンガポールでサッカーをやらせていただいております。そうですね、小学3年生から。シンガポール歴何年ですか？シンガポールは今年で8年目になります。長くなりました。こんなにいると思わなかったんですけどね。イチさん、これどんなチャンネルなんですか？そうっすね、まあ、今まで本当にサッカーしかしてこなかったので、このチャンネルではサッカー以外のことをどんどんチャレンジしていって、そういう自分を見て楽しんでいただければと思ってます。なんで YouTube 始めようと思ったんですか？そうですね、前々からやりたいとは思ってたんですけど、まあ本当に今回たまたま本当にいい出会いとご縁があってやらせていただくことになりました。イチさん、 YouTube でやってみたい企画とか今後ありますか？そうですね、今は本当にまだ漠然としか考えてないんですけど、まあ、本当ぜひやってほしい企画とかあったらぜひぜひコメントしてください。いろんな企画にチャレンジしてみんなに笑ってもらえるチャンネルにしていければと思いますね。イチさん、周りからですね、どんな人間だと言われることが多いですか？周りからですね、周りからはやっぱり天然っていうのが一番多いっすね。まあ、でも自分的には、まあ、本心は真面目で、まあ、ちょっと抜けてるところがあるかなって感じですね。天然って言われるんですけど、そんな見た目してないですけどね。いや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 、がっつりっすよ。言われる多いんですか？いや本当に、まあでも本当にちょっと喋れないんで、そこがちょっとこの YouTube チャンネルでも頑張っていければと思ってます。そうですね、意気込みは、まあ、このチャンネル通して、まあ、新しい自分も見つけていければと思ってるし、まあ本当にみんなが見て笑ってくれるチャンネルになればなと思っております。今後僕のチャレンジしていく姿を見たいなっていう方はぜひチャンネル登録お願いします。皆さんいかがだったでしょうか？少しは自分のことを分かっていただけたのかなと思います。マジありますから、ぜひ皆さん本当に見ててください。しかしサッカーのことはやらないので、サッカーを見たい方はスタジアムに足を運んでください。本日の動画見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。